県民百貨店。株式会社県民百貨店は、かつて、熊本県熊本市に所在した、日本の百貨店。公式ウェブサイトなどでは、熊本県民百貨店とも表記されていた。9、熊本県庁跡地の払い下げを受けて開設された、九州参考ランドマークが運営する、日本最大級のバスターミナルである、熊本交通センターの主要施設の一つであった。 市階フロアと隣接する熊本交通センタープラザや、唐島公園地下連絡通路に直結しており、周辺施設や繁華街、三ンロー新市街へのアクセスが便利であった。また2階には、熊本交通センターへの連絡通路も設けられていた。ガラス張りになっている休憩スペース、2階から9階や、展望エレベーターからは、熊本市内中心部や熊本城を眺めることができた。 熊本阪神時代の略称は、熊藩であった。2008年、平成20年から、疲れないデパート、を、キャッチコピーに、お熊藩という熊のキャラクターを登場させ、熊本城が見える休憩スペースなどを紹介した、広告、CM を開けしていた。クレジットカードの、お熊は、カード、日宣連ファイナンスと提携は、 店名が県民百貨店に解消後もカード名の変更はなく、そのまま発行が続けられていた。キャッチコピーは2010年平成22年から一生青春百貨店に変更された。営業時間は基本的に10時から19時。ただし、1階と近いは19時30分までで、8階食堂外は11時から21時までとなっていた年末などは、 営業時間が変更、例、全館19時30分まで延長れることもあった。1階フロアには、アクセサリーや、ハンドバッグなどの服飾雑貨や化粧品の売り場のほか、和洋菓子やパンの専門店が立ち並び、京都や大阪、神戸など、関西圏にある専門店のスイーツを取り入っていた。6階フロアには、書店チェーンのリブロがあった。また、 現在も阪神百貨店と提携していた時代から、続く7階には、九州唯一の阪神タイガースショップがあった。1973年、昭和48年10月20日に、九州産業交通などが開設した、バスターミナル、熊本交通センターの一角に、伊勢丹、現、三越伊勢丹、熊本交通センターとの合弁で、岩田屋伊勢丹ショッピングセンターとして開業。 当店の開業と同時に隣接する熊本交通センター、名店街も熊本センタープラザとして新装開業した。熊本商工会議所の百貨店審議会で地元の強い反対で進出当初は百貨店としての営業が禁じられたためショッピングセンターとしての開業に追い込まれるとともにライバルの地元百貨店、鶴百貨店や太陽デパートなどが増床し 家賃もやや割高であるなど当初から問題を抱え、1974年、昭和49年7月に、百貨店に切り替えたものの業績低迷が続き、1993年、平成5年3月には伊勢丹が撤退して、熊本岩田屋として、単独で抱えることになり、久留米岩田屋、現、岩田屋三越に営業を移管した2000年、平成12年2月までに100億円の累赤字を、 抱えるほど損失が膨らんでいた。その後は、久留米岩田や熊本店として営業し、九州産業交通が家賃を年10億円から9億円に減額するなどの対応をした結果2001年、平成13年2月期には1.85億円、2002年、平成14年2月期には家賃を年9億円から8億円にさらに減額するなどの対応をした。 結果約3億円の形状黒字を計上して、単年度収支では黒字転換し、2002年3月初旬、中村健一、岩田屋社長が建物を所有する、九州産業交通、熊本市に閉鎖方針を伝えたとの一部報道があった後に、開かれた岩田屋の第1回再建社会議後の会見で、中村岩田屋社長が、熊本店の閉鎖は選択肢の一つに過ぎないと述べて、 いたが、結局4月9日に、岩田屋が正式に、熊本店の閉店を発表し、経営再建計画の一環として2003年、平成15年2月11日に見せした。岩田屋の撤退表明時には、ウボによる独立する案も模索され、ビルのオーナーである、九州産業交通が同案を強力に支持していたが、岩田屋側が拒否して実現せず、20億円近い。 保証金を償還しなければならないとされた、九州産業交通無窮地に陥ることが心配された。しかし、2002年、平成14年3月5日に、熊本岩田屋を閉店する方針であることが報じられると、熊本市出身で1988年、昭和63年から1995年、平成7年までと1997年、平成9年から200年、 平成12年までの通算10年間、熊本岩田屋に勤務した経験を持ち、当時久留米岩田屋経営計画部部長だったため、経営内容についてある、程度把握していた松本常時が、もし現行のシテムと人材を新たな百貨店、受け皿会社にスムーズに移行できれば、売上高150億円でも十分利益を出して、存続できると考え、2002年、 平成十四年三月二十八日に、高校時代の同級生でもある印共同組合、サンカラーの橋本正史社長に会って話をしたのが、県民百貨店設立の始まりである。橋本正史は、岩田屋本体など、周囲の協力が得られ、現有の資産が活用でき、犬器に近い形で出店できるのならば利益は出して、いけるのではないかと判断し、二日後の三月三十日に、 かねてから、業界最後発ながら、自爆死の住宅会社に成長した、経営手腕を評価していたシアーズホームの創業者で、社長の丸本文則と、松本常時の三人であって、松本の再建案細部を説明を受け、丸本も、松本の熱意に負けて、動き出すことになった。4月9日の閉店の正式発表前後からは、岩田屋が地元への影響を考えて、大丸、 三越、阪急百貨店などに水面下で打診をしたが、うまくいかず、ビルのオーナーである九州産業交通も東急百貨店など電鉄系百貨店に接触したが、具体化できず招致を事実上断念し、熊本商工会議所も8月13日の専門家会議で、地元出資での百貨店再開は困難とするなど、後継店舗招致が暗証に乗り上げてしまった。 熊本県は、従来から取引先の経営や、従業員の雇用など、地元経済への多大な悪影響を避けるため、岩田や本社や熊本商工会議所と接触してきたが、7月4日に、自ら、受け皿会社を設立する案を持っていると聞いていた、橋本などともあって、構想を確認し、熊本商工会議所が、地元出資での百貨店再開は困難と結論付けた。 翌日の8月14日に、村田慎一、商工観光労働部次長が、片岡立夫部長とも協議した上で橋本などの、構想に県としても支援する旨を橋本に伝え、官民一体で、後継店舗招致に乗り出すこととなった。それを受けて、まず大谷の九州産業交通の承諾を取り付けると、共に、岩田屋本社からも営業場と、譲り受けの内託を得た上で、 9月には橋本が懇意にしていた北山創造研究所北山高夫を通し接触した阪神百貨店の幹部と面談するために大阪の阪神百貨店本社へ松本、橋本、丸本の3人で訪問し10月1日に阪神百貨店の佐江草輝幸社長が熊本を訪問する約束を取り付けることに成功し訪問当日には 熊本県商工観光労働部の片岡、立尾部長と村田新一次長の仲介で、塩谷義子知事、三角熊本市長、宮島商事熊本商工会議所会頭、岡洋一九州産業交通会長という、地元政財界の夫が顔を揃えて、地元の熱意を訴え、実際に、熊本岩田屋の店内を見て、社員の様子を確認し、訪問時には決断していなかった。 西武グサテルユキ社長がその場で支援を決断した。この決断を受けて、橋本、松本、丸本の3人は、受け皿会社の設立の動きを本格化し、県などの協力を受けていたことを踏まえて、県民百貨店という名称で10月25日に、資本金1100万円の新会社を立した。百貨店の営業存続を願う13万6500人の、 署名や塩谷知事名で送付された、誘致要請分、否決された場合には、三枝照之社長自身が、個人的に支援する意気込みを受けて、同じ日に開かれた阪神百貨店の取締役会で、提携が承認され、無事支援が受けられることになった。この決定後、自らの会社経営があったため、本格的な事業開始時には、他の人に経営を任せて、 身を引くことを考えていた創業メンバーである丸本と、橋本は三子など、周囲の説得もあって、経営として残り、丸本が、社長、橋本が副社長として引き続き経営に関与し、水保銀行を主幹事に、水保銀行5億円、三井住友銀行3億円、肥後銀行3億円、東京三菱銀行1億5000万円。 熊本ファミリー銀行1億5000万円の総額14億円の協調融資を受ける契約を結んで運転資金調達の目途をつけ2003年平成15年1月16日には阪神百貨店による 7.5%3000 万円の出資を含め4億円に増資するなど資金面での準備も進め2月11日に 岩田屋が閉店したわずか12日間後の23日に、早くも熊本阪神として、店舗と従業員の大半を引き継い開業した。阪神百貨店は、社長の三枝照之自身が非常勤取締役に、就任したほか、仕入れ担当などの役員、幹部社員として3人を出向させ、友の開業部も子会社の阪神緑会が、熊本営業所を店内に設置して引き受けるなど、 阪神の商標だけでなく人事教育、商品仕入れを含む営業活動などの支援を行った。継続的なコミュニケーションの確保して顧客との絆を深めることを目的に入会金や年会費が無料の熊本阪神カードが申し込み者全員に漏れなく1000円の商品券を申請するキャンペーン展開したところ開業初日だけで1万人の会員を集まり初年度に 阪神タイガースの18年ぶりのリーグ優勝のセールで30万人を集めて、売り上げで4億円、利益で1億円の上乗せを実現する幸運にも恵まれ、2004年、平成16年1月期は売り上げ高166億円、経常利益5.3億円と順調に立ち上げることに成功した。初年度から食品に強い阪神百貨店との提携を活かして、 食品売り場の強化を行い、地下が狭い建物構造の影響で1階フロアに和洋菓子の有名店を集めたデパ地下代わりのデパ市を設置るなど売り場の改装を進め、このデパ市が好調でタイガース優勝セールがなかった2年目の2005年、平成17年に1月期も、大前期比0.6%増の売上高166.74億円と優勝セールの分の減少をカバーして、 増収を確保し、経常利益七千三百万円、当期利益一点零四億円と連続黒字を実現して経営が軌道に乗ったため、二千五年、平成十七年四月十九日の取締役会で、県民百貨店は会社として独り立ちができてきた。今後は本業に専念したいとして、橋本正代表取締役副社長が退任して、非常勤取締役とな、代わりに、 岩田屋出身でこの百貨店構想を立てた松本常ジ,ジが常務に昇格するなど徐々に経営体制のシフトを始めた。また、同月には2月にかつて岩田屋の子会社だった食品スーパーのサニーが地下食品売り場から撤退した後を回収してデパ地下の強化を行ったり、婦人服売り場のブランドの入れ替えなど改装を進め、2008年、 平成20年まで5年間形状黒字を継続するなどの財務基準をクリアしたため、経済産業省から直営の認可を受け、2008年、平成20年9月1日から、県民百貨店が100%出資した県民百貨店ともの会が、阪神百貨棚子会社の阪神緑会の熊本営業所から、ともの会業務を引き継ぐなど、リーマンショックによる景気低迷前,前までは、 黒字経営を維持し続けた。2009年、平成21年1月期には売上高が、前期比6.1%減の148.07億円と大きく落ち込んで、開業以来初の形状、陶器赤字となったが、2010年、平成22年1月期には売上高こそ、前期比8.4%減の135.63億円と、引き続き大きく、 落ち込みが続いたものの、販売費や一般管理費を削減して、経常利益1800万円、当期純利益600万円の黒字に転換し、2011年、平成23年1月期も売上高は一部売り場で、営業時間を30分短縮したことが影響して、前期比4.2%減の129.093億円と引き続き落ち込みが続いたものの、時間短縮により、 水道高熱費や残業代削減などのコストダウンが売上減少のマイナスを上回り、経常利益は42.8%増の2584万円となるなど増益となって2期連続で経常黒字を実現したが、税金関係で当期純利益272万円と減少して、過労時で黒字を確保するなど、営業開始以来1期を除いて黒字を維持し続けている。 2009年、平成21年4月には創業以来社長を務めてきたマルホンも退任し、この百貨店構想の立案者であった松本常治が社長に昇格するとともに、マルホンが取締役相談役となり、岩田屋から県民百貨店創立に加わった近藤住夫と高崎久志屋が新たに取締役に就任し、2010年、平成22年2月からは、 阪神百貨店からの出向者なしで、プロパーの社員だけで店を運営するなど、創業時の体制からプロパーによる百貨店経営への移行が図られていった。阪神百貨店との業務提携契約は、当初5年だったものを県民百貨店側の要望で3年間延長していたが、阪神百貨店が阪急百貨店と経営統合してから徐々に支援が減少し、2010年、 平成22年2月からは、阪神百貨店からの出向者なしの体制で、プロパーの社員だけで店を運営して独立できると判断したため契約をそのまま終了させ、2011年、平成23年2月23日からは、営業支援契約の満了に伴い、法人名と同じ県民百貨店へ解消し、阪神の商標の使用を終了した。 それに伴って新たに高島屋が中心となって形成しているハイランドグループに加盟して流行情報収集やテナント招致などのノウハウ確保の軸足を高島屋系列に移したが阪急阪神百貨店の7.5%の出資が当面継続されるほか阪神タイガースショップも引き続き営業している。また、熊本岩田屋時代に人気があったイチョウの焼金が 入ったまんじゅうの復活など、地元産品の強化や熊本城に通じる通りに、面した全長42メートルの木製オープンデッキの開設による、バスセター利用者の取り込み、旅行業免許を取得して旅行サロンの開設など、新たな取り組みを行い、自立した経営を目指している。2008年、平成20年6月16日、九州産業交通ホールディングスと、 九州参考ランドマークの両者の出資により、熊本桜町再開発準備株式会社が設立され、当店を含む熊本桜町地区の再開発事業が動き始めることになった。また、桜町地区の隣にある花畑地区でも熊本市が所有する旧熊本市産業文化会館とそれに隣接する民間ビルなどを一体的に再開発することになり、 熊本市と地権者で作る花畑地区再開発協議会に国と熊本市が接班で負担して2007年平成19年度から5年間で契約1億900万円の補助金を投じて花畑地区再開発計画が進められていたこの花畑地区再開発計画に伴い2009年平成21年3月末に熊本市産業文化会館を閉館 都市再開発法に基づく法定再開発に向けた準備が進められていたが入居企業が集まらず難航。さらに NHK 熊本放送会館が2012年平成24年6月に花畑公園北側へ単独移転を決め再開発計画への参画を撤回したことから暗礁に乗り上げることになった。こうした花畑地区再開発計画の難航を受けて 2012年、平成24年11月27日に、熊本市が同地区単独での再開発事業を断念するとともに、民間による計画が景気低迷の影響で進展していなかった桜町地区再開発事業と一体化する形に計画変更することを発表した。この再開発事業の一本化に伴い、桜町地区に熊本市が整備する 国際会議などのコンベンションが行える多目的ホール、いわゆるマイス施設を含めた複合ビルを建設すると、共に、花畑地区ではビルを解体して、広場などを整備することになった。当店は、この再開発計画の対象地区に含まれていたにも、かかわらず、計画が一方的に進められていたため、事業計画が立てられず業績が悪化したことなどを、 理由に賃料を年間約1億円減額するよう求める訴訟を店舗の賃貸借契約を締結する九州参考ランドマークに対して2013年平成25年10月29日付で熊本地方裁判所に提起することになった。それと並行して当店は再開発後の複合ビル内に再出店することを求めて九州参考グループとの協議を進め、 現在の店舗面積約2万5000メートルと同規模の確保を求めた。しかし、九州参考グループからは、再開発中の仮店舗として、熊本市産業文化会館跡地での仮店舗では、店舗面積約5500メートル、再開発ビル内の新店舗では、店舗面積約1万5000メートルという、大幅な規模縮小をする案が提示された。だが、この規模では、 従業員を半減する必要性が生じる上、入居にあたっては内装などに26億円が必要と試算された。そこで2014年平成26年5月29日に臨時株主総会を開催。資本金を4億円増資して現状の2倍とするとともに銀行などから約22億円を借り入れて再開発ビルに新店舗を開設する案と、 移転を前提に、店舗の明け渡し時期や、保証額などを、九州参考側と交渉する案を提示したところ、移転案が可決された。この臨時株主総会での決定を受け、熊本市中心部に、新たな移転先を探して営業することを目指した。しかし、店舗面積約1万メートル以上で2015年、平成27年4、5月の営業開始できる。 ことを条件二十数箇所の候補先を探し、最終的に一箇所に絞り込んだものの、立地条件が悪いことなどが影響となり、初期投資に見合う収益を確保できないとして2014年、平成26年8月11日の取締役会で移転の断念を決定した。そして、二千十四年、平成十六年八月十二日、営業継続を断念し二千十五年、 平成27年2月28日に閉店すると発表した。2014年平成26年8月12日時点で当店には正社員は約130人を含めた直接雇用が約300人に加えて取引先社員に約600人が勤務しており再開発計画に参画している熊本市からの支援名も受けながら再雇用先の確保を目指すことになった。 これを受けて、熊本市が町内連絡会議を設置するとともに、熊本商工会議所などにも呼びかけ、熊本県も商工観光労働部の担当課長ら5人による町内情報連絡会議を開いて、相談窓口の設置を埋めるなど従業員の雇用確保に向けた取り組みを始めた。なお、2014年平成26年1月期は、 売上高約118.79億円で、純損失が約1.28億円と3期連続の赤字となったものの、資本金4億円に加えて約2.6億円の内部留保を確保していることから、正社員の退職金などの支払いを行っても、負債を抱えて倒産せずに生産が可能としている。当店ともの会会員は2014年、 平成26年8月12日時点で約2万人となっており、閉店まで金券の使用が可能なほか、同年9月以降に郵送での解約を行うとしている。最終日となった2015年、平成27年2月28日には約5万人が来店し、午後6時に閉店してその歴史に終止符を打った。閉店して来店客が店外に出た後、 閉店のセレモニーとして、歴代のロゴマークを紹介するパネルを、従業員が掲げる中で、松本常時社長が玄関前で、来店客らに挨拶をして、別れを告げた。なお、閉店翌日の3月1日に、同じ熊本市内の鶴屋百貨店に外商部などの、社員14人が移籍したほか、テナントの従業員108人が、同店のテナントの従業員として移籍した。 しかし、社員約300人のうち閉店時点で内定したのは、約20%に止まった。また、当店や当店に隣接して、同様に再開発で閉鎖される熊本交通センタープラザに出店していたテナントの一部は、桜町地区テナント会を作り、代替店舗の提供などを、熊本市や九州参考グループに求めて、働きかけたが、かんばしい答えは引き出せなかった。 当店跡地の再開発の中核施設の名称は2015年、平成27年1月25日に熊本城ホールとすることが発表され、同年5月1日に熊本市が九州参考ホールディングスに対して再開発事業施行認可を出した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。